皆さんこんにちは私のチャンネルへようこそ本日10月25日金曜日放送の「ミュージッセステーションに見せす」グリーンアップルが登場ビルボードジャパンストリーミングソングチャとトで18週連続1位を獲得した「ライラック」を披露する2024年4月に配信シングルとしてリリースされた同曲は人気アニメのオープニングテーマとしても話題に スステでのパフォーマンスにも注目が集まる再生ボタン「グレー」は清塚信也ピエルナカノとコラボそして今回の「M ステ」は最強コラボ生パフォーマンススペシャル「ブレー」×「清塚信也」「スカパラ」×「奥田民夫こっちのけんと」×「桜坂46」「AI」×「森山直太郎と豪華コラボパフォーマンスが続々登場する。 ブレイは1997年にリリースし大ヒットした曲「4WEVER」と新曲「さよならは優しく」を世界的ピアニストの清塚信也凛としてしぐれのピエール中野とテレビ初コラボ。30周年の重みをお伝えできればと思っていますとテル。タクロ郎も2人の天才をお招きしてのパフォーマンスなので、素晴らしい弦楽隊と合わせてお楽しみくださいとコメントを寄せている。 こっちのケントが「M ステ」初登場 M ステ初登場の「こっちのケント」は5月に配信され総再生回数130億回突破の大ヒットを記録しているはい喜んでお桜坂46とのコラボで披露する YouTube 人気のミュージックビデオトップ100にて7週連続1位を独走 SNS を中心に大きな話題を呼んだ同楽曲 サビのギリギリダンスのフレーズとコミカルなダンスが注目を集め、著名人が踊ると、さらに人気が加速し、TikTok などの SNS で大バズりを巻き起こした。こっちの件とは、こんなに贅沢な機会、今後の人生ではほぼありえないので、かみしめながら青に楽しんで歌って踊らせていただきます。と意気込みを明かした。他にも、 AI は NHK 連続テレビ小説の主題歌としても話題になった「アルデバラン」を作詞作曲を手掛けた森山直太朗と東京スカパラダイスオーケストラ×奥田民生は2002年にリリースしたコラボ曲でスカパラ自身最大のヒット曲でもある「美しく燃える森」をパフォーマンスするどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう